リチャード・ウィリアム、ディッキー・ソーンは、アメリカ合衆国インディアナ州セント・ジョセフ軍、サウスベンド出身の元プロ野球選手。父親が、ノートルダム大学で学士を取得するため、アメリカ合衆国のインディアナ州セント・ジョセフ軍、サウスベンドで生まれたが、生後2週間で、プエルトリコへ帰国した。1975年11月23日に、カリフォルニア・エンゼルスと契約を結び、 プロ入りを果たす。1979年5月22日にメジャーデビューを果たす。1982年に最多三塁打のタイトルも記録した。1983年には打率。286.20本塁打、79打点、34盗塁という好成績を残し、MLB オールスターゲームに選出され、シルバースラッガー賞も受賞した。 1984年4月8日、このシーズン5試合目の試合中に、左目付近に支球を受けて、眼下を骨折し、残りの試合を欠場した。翌1985年に復帰するが視力面の後遺症に悩まされることになる。打撃スタイルを変えるなどしてある、程度克服したが、引退するまで1983年に見せたような、打撃成績を残すことはできなかった。 1991年に逆境や難病を克服した選手に贈られるとにいい、コニグリアロ賞を受賞した。祖父はフレディ・ソソン・シニアで第二次世界大戦中にプエルトリコの野球リーグを経営しながらプレーした。父親のフレディ・ソン・ジュニアはマイナー契約を結んだ過去があるが腕を負傷している。兄弟のフランクソンはマイナーリーグでプレーした後クリオヨスでカグアスの ゼネラルマネージャーを務める。息子のディッキー・ジョーソンはトロントブルージェイズ参加に所属している。ありがとうございます。